和骨でございます。 PC エンジンファンの皆さんこんばんは、ラックスです。今日の PC エンジンマラソンは194本目レギオンをお送りします。 PC エンジンオリジナルの横スクロールシューティングゲーム、2人同時プレイ可能であります。コーヒーさん、黒金さん、アガトダイモンさん、いらっしゃい。 CD ロムのね、横集、スーパードライですね、サイドアームスペシャルといいのがありますけども、レギオンがやってきました。7個目さんいらっしゃい。2人同時プレイ可能は CD ロムシューティングで、2人同時プレイ可能は初めてじゃないですかね、何気に。はい、ただ2人でやるとね、クリア無理じゃないかなって思うんですけど、どうでしょうね。はい、1人で、クレジット確かね、回数制限あるんでね、2人でもクレジットが増えるわけじゃないんで、結構2人だとね、逆に厳しいような気もします。はい、90年9月21日発売、日本テレネットレノベーションさんゲーム、レノさんの方ですね、CD ロムロム6780円、レノベーションゲームのブランド、6780円、シューティングゲーム、2人可能、同時プレイ可能です。マルチタップ対応、バックアップはありません。コンティニューは、回数制限ありとなっています。30年前ですか、ワコツヌナさん、11個目さんでしょ、13個目さんでしょ。はい、黒金さんありがとうございます。さあ、それではレギオン行きましょう。はい、君のゲーム脳を直撃する超戦列シューティング。レギオン。人類が宇宙に進出して数世紀、混沌とした宇宙を武力によって統合しようとする一人の男がいた。彼の名はルーバー。すでにルーバーは惑星ルーブルの主導権を握り、自らを皇帝と名乗るようになっていった。そしてさらに勢力を広げようと宇宙に破壊と殺戮をもたらしていたのである。こうした事態を目見た惑星連合はルーバーの野望を打ち砕くべく、高性能戦闘機 SF90 のプロトタイプを製造した。宇宙の運命を乗せて SF90 が今発進するというわけです。 SF90 になって、乗ってね、ルーバーを倒すということですね。はい、13個目さん、カズキューさん、森さんが1番さん、20個目さん、タカさんです。おじさんありがとうございます。鮮烈なグラフィック、ド迫力のボスキャラ、ド派手なパワーアップ、ルート選択性によるマルチエンディング、何度でもプレイしたくなる魅力がいっぱいだということですけどもね、マルチエンディングって書かれてますけど、これマルチエンディングじゃないですかね。はい、ないです、シングルエンディング。23個目さんやっちゃい、農協牛乳代です。さあ行きましょう。ビジョンかっこいい、イエーイエーイ。タップタップアップトン、2ボタンがショット、1ボタンが、特殊攻撃。In accordance with my orders from the mothership, yes. I have arrived at the appointed point, yes. 1990 hours space time. Wild shot. The cave planet, checkpoint on the way to the desert planet. 32個目だね。eerily silent. And I can see only the shadow of the enemy ship. They seem to be busy. Yeah, これ覚えてないとやられるところがいっぱいある。Well, sorry guys, but I think I'll just let you tire yourselves out dancing. Option.ノーオプションだ。ディー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 、かなり後ろがねえ、すごい敵速いんですよね。またレギオンなら警報洗いに自信があります。アクロン、ワーアップ、3種類ね、ショットがあります。わお、忘れてた。なんか BGM が寂しいですね。 BGM はね、左からしか聞こえません。右側は、あ、もう一回やりましょう。35個目さん、33個目さん、ワクオツです。猫じゃらしさんです。まあ初見だとね、まず一面のあの岩で絶対にねやられると思うんですよね。え、これ一面の一面です。早いけんさんで一面が終わるとね、いきなり
財布入ってないですか。右側からはね、あのこのナレーションがね、ナレーションが流れますから。ワイルドこの岩を危ない、あそこだ。もういいですね、岩は。あ、やばい、ちょっと待って、岩は打ち損ねるとね、これ高速で帰ってきますからね。ワイルドちょっと待って、よしよしね、パワーアップすればね、なんてことないです。難易度高いです。あ、もうね、打ちました。日本語で OK で、緑がホーミングだったかな。赤がレーダーですね。そう、左音はね、左からなんですね。右側からはあれです、あのナレーション、ナレーションがまだちょっと最高までワイドショットをパワーアップしてもらうとね。ホーミングミスの方が良かったっけ。ホーミングミスは結構強いですよ、このゲームのホーミングミスはね。ミッション、で、CD ロムだけどちょっと音楽はね、寂しいんですよね、なんかね。ゲームスタート時に喋るのがサラマンダっぽい。あとボス戦でもね、はい、ルドさんだよね。動画だいぶ前ですよ、あの頃は。まだだからワンコインクリア絶対できない仕様になってますからね。一面ね、ちょっとすごい難易度でおかしい面があるね。一面めちゃくちゃもう面白いようにやられる面があってね、あそこは絶対にどんな上手い人でもね、クリアできないじゃないですかね。タッさんぐらいですか。どうやって進むかというと、カウントダウン時にね、コンティニューでカウントダウンしてその場復活なんでね、その間に進むんです。コンティニューした時にね、はい、コンティニューそこまで残しておいて9876543210でね、コンティニューすれば面進んで状態になるんで、ちょっとここはね、このゲームバランス調整がちょっとね、ちょっとおかしい面がちょこっとあるんでね、はい。さあ、ボスだ。スター・デストロイ。オッケー。ほいほいほい。クリアが3枠って結構かかりますね。この形どこかで。ああ、しまった。ああ、やだ。やられてしまった。まあノーミスというか、普通にいけばあれですね、パチパチパチ、バクテリアン軍から購入しました。そんなにかかりませんね、1枠ぐらいですかね、普通にコンティニューないでいけばね、はい、ゲームオーバーにならなければ。あれね、2面からね、選択制です。で、選んだルートによって面のね、面の順番も変わります。面の順番もね、わお、パープがないとね、パープがないと。わお、わお、わあ。しかし時期が無敵の間はアイテムを取れないんだった。復活時無敵時間がありますけど。おお、あ、ここでちょっと、あら、緑バルバンだっけ、緑本命だった、あ、青本命だった、あ、ご本命だった、色を間違えてしまった。バルカンショットはちょっとね、戦争なんだよこれは。あ、もうボスまで来てた、しまった。ここはボスまで早かった。マシンです。復活時の判定処理なしだ。敵だけじゃなくアイテムに、アイテムにもね、対象になるんでね。よし、こういった簡単ですね。はい、ダンプラが雑すぎる気が。はい、オッケー、これで簡単。
ロイヤルデューティーさんあれです。ゆるいわら、はい、巨大ボカンクリアですね。今度は一方ということですね。ただ進む、ルートによってね、順番ジャン、次以降の順番が変わったりするんですね。At last, I've reached my destination. Destination. It is now 3842 hours. The target I must destroy is an enemy's flying depot. If I could just reach the depot, even the useless thought circuits of a cleaning robot would be sufficient to destroy the target. Right, target. The problem is how to get close enough. The air temperature is higher than I expected. Wow. The readout shows 40 degrees. あ、やった、シールド。やりました。ここでシールド発動。How about a bit of practice to warm up? シールド来たぞ。シールド来ればね、多少と思いきややられた。そう。ね、こんな感じでコンティニューが感じ進みますが、その場復活ね、その場コンティニューなんで。これで勝ちます。これで勝てなかった。ああ！フォーミングミスが取れない。フォーミングミス取らして。は取れないけど、ここは厳しいところですね。コミックミスの最大パワーアップだったらね、楽勝なんですよね。フォースピード。レーダーいかん、レーダーいかん。ちょっと武器チェンジアイテムが来ないな。うお、来た、あ、来たけど取れない。うわうわ取れなかった。下が荒ぶってる。あ、来たこれ本当に一周目って感じの決断の。やった、よいしょ、やったぜ。超絶プレイした会社とは思えない良いゲームですね。やった。テストプレイしたのか。テストプレイはね、してないと思うんですよね。したけど、報告が上がっても直して ないままじゃないですかね。なんか、ホミミソ、道中で欲しかったんだけどね。敵の月下を届かないから寂しいですね。ちょっと寂しいんですよね。わこ、納期すぎてんだよ。90個もせんね。そんなゲーム多いからな。納期に間に合わせるためにも急いで、ああ、しまったー。これせっかくホーミング取ってたのに、ちょっとボスの出方が分かんなかった。全然あ、ホームやめた。よいしょ。でん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 。The last order from the mothership went like this. 一番難しい面を一番最後にするのがね、一番いいんですけど。中には一番あの難しい面をあのちょっとね先の方に持ってくるっていうね、人もいらっしゃるかもしれませんね。platform located in sector C4058. Proceed immediately to that sector and destroy the robot. Jeez. Oh yeah.エイリアンのここは、あ、うわ、弾撃ってきた。早っ、弾が早かったですよね。油断してた、撃ってこないのに、うわ、あんまりあそこやらないんですよ、弾撃ってくる。コンテはね、改善宣言ありますんでね、まあ、その他はそのままコンテですからね、それはありがたいですけどね。戻しコンテだったらクリアできなかったでしょうね、とかね。
デデデン。まあ、ただここら辺までね、ノーコンテニューで行っとかないと厳しいんじゃなかったですかね、確かね。ノーコンテで行って、一番最初に、ね、最後の難しい面をあコンテゴリ押しでクリアするっていう、そんな感じ。バイオストレンジャー。バイオストレンジャー。コンテニューカウントの繰り返しでニューゲーム。あ、危ない。すごい。あ、ここでコンテニューね。ここでコンテニュー使うようじゃちょっとね、ダメなんですよ。最後の面がね、すんごい難しいんでね。あ、その前も難しいけど。まあ、その前の面はまだ難しくてもね、なんとか人間頑張ればね、いけるんですよね、普通にノーミスで。最後の面だけはね、どう頑張ってもね人間には不可能だっていう感じですからね。そこまでちょっと今日はいけないな。 I have arrived at sector C4058.If the communication from intelligence is correct, a giant robot is under construction inside this docking platform. Let's gamble and say that intelligence is incompetent. If not, then home they're probably draining their glasses and playing a nice game of cards. Nobody is going to answer. When I get back, I'll tell the development division to build a conversation mode into the next computer. Oh, my God.戦略中にアイテム取れないから無敵戦闘の意味がわからん。わら、クリアさせる気ないじゃん。わらわら。まあでもね、慣れたらね、クリアできるんですよ、これもね。最後の面以外は普通に。慣れたらですよね。あ、しまった。あ、しまった。バルカの方がいいかな、ここは。バリア取ってホーミングはバルカンで行ってたと思うんだけど、あ、バルカンじゃない、ワイドショットね、ワイドショットで。バルカンだと直線しか攻撃できないから。うわー、これ逃すとね、挟み撃ちにされるとダメですね。はい、こんな感じでね進めるんですね。はい、難しいところはこう、難しいポイントはコンティニューしないことによって、このカウントダウンの間にね進むわけですよ。はい、うまくね、こんな感じで、こんな攻略法がね、この攻略を使わないとね、クリアできないところありますから。あ、しまった、あ、しまった。ワイドショットのするつもりだったのに。オミがちょっとパ最高までパワーアップするまでが、わら、非常ひどい攻略法、わら、ルンルンルン、トワオ、さあ巨大ボス、ムムムムム、よし、終わった。ではないが、ダムゲーの匂いがすごい。よし、これはね、再開してんのをね、一人でしたけど、レギュラーが割と私好きですね、これね。これは好きな人めちゃ好きそう。好きな人はね、竹内君っていう人が好きだしけどね。ダライアスよりこっちばっかりハマってんの。やってる。レギオンばっかりやってる。わらこっちの方が面白いわって。ちょっと独特な人はいましたけど。さあ、ここもね、ここもなんかでしょ。わー、ここは慣れたらね、いけるんですけどね。そうです。Like、I'm on my way to the other level. As a result of this battle, nothing was left to obstruct an attack on the Empire.
one player, two player. あ、わらわら。No. 最初からフルパワーだったらね。プラー。そこまで。マークジキゲーマーってのは案外いるもんか。よし。もう一回行くよ。同時プレイ OK なんですね。同時プレイ OK なんです。2人同時プレイで、まあ、ただ2人同時プレイだとね、コンテ回数が足りなくなっちゃうんで、多分クリアはできないと思うんですけどね。よいしょ、よいしょ。おまけとかはないですね。どかした、危ない危ない。Sorry guys, but I think I'll just let you tire yourselves out dancing.同時プレイすると、微妙な上下スクロールはどうなるん？今の同時スクロールはどうだったかな？あ、しまった。スクロールしないんじゃないですかね。あの、お互いが逆方向に行くと、そのまんまです。スクロール。ワイチュー。このゲームのこだわりはこの外人さんの発音ですね。この発音が素晴らしいですね。裏で英語すごい卑猥なこと喋ってると想像すると笑えてきます。おそらく卑猥なことは喋ってないと思います。わいしょーわいしょー、あーくそー一面ホーミングの方が良かったかな。1周目から撮影高すぎんよ。ねえ、1面で、私これ初めて買ってね、やったとき、と思っちゃったからね、いきなりあの、すごいわと思って。でも来る人に必ずこれやらせてみる。すごい難しいのがあるよ、ね。2人同時もできるしね、接客用にはいいんじゃないですかね、いきなりね。男の洗礼。みんなビビりますよ。おい、いきなり、大抵あの最初に落ちてくる岩でね、みんな死んじゃう。今度はちょっと別のルート行ってみましょう。一連の後ね。これで接客、わら。結構ね、あの、いけますよ。受けましたね。おならの匂いを嗅がせるような声。マジで2、3周目の難易度だよこれ。笑う快感かめっちゃハマるかの予感。よし、まだ時間ありますね。デストロイ。オーブでも。このね、高速スクロールが怖い。よいしゃ。さあ、次はね、別のルートでしょう。おそらくバクテリアン軍からのね、はい、供給でしょうね。はい、じゃあ、この、アーティカルプラネッツ。でんてん、この年間の BGM ね、割と、おしゃれ。デン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 、ヨー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 、レギオンレギオン、ナイス。According to the message from the mothership, it looks like a storm is brewing up on the desert planet, my destination. 今日はレギオンですね。They say that the sandstorms there are really hell. わお、上から隕石だった。忘れてた、親もね。しっかり覚えないとね。忘れてたら今みたいにね、今降ってきてやられます。I might have a real treat waiting for me once I reach my destination. Once I reach my destination. あ。そうそう、Once I reach my destination でクラスにあの留学生が来た時に Once I reach my destination ってなんかしなきゃ受けましたよよくわかんないけど Wow! 厳しいところだ。しかし、ここ無敵コンティニュー。ダンダンスタンボーイ。よし、無敵コンティニュー。これだいぶ目をね、稼ぎました。距離を。
自分も一人でゲームやっててやられるときはあーおって喋る、わらわら。ああ、次声出ますよね。通過攻めてしまって、私も一人でやると、やっと声で出ますね。レースゲームでもなんだけど、体動いちゃう。でん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 、とにかくね、これスマホ感ですけどね、やはりこうパワーアップを失わないことですね。パワーアップが最大パワーアップだとね、火力で結構あの楽に進みますんでね。ワイドショットがホーミングショットの最高パワーアップなら、普通のこのバルカンショットのだとちょっとね、はい、攻撃範囲が狭いんでできませんけども、まずね、わお、やられるときはタカシャイ、ヤスハ、イエスが多いです。イエスが多いです。これボスまでいけるかな。あ、ボスまでいけないかな。あ、ボスまでいける。さあ、2面のもう一個のボス。コアサマー。さあ、太陽だ。なんと。ただね、2人同時プレイヤーとクリアできません。はい。一人じゃないとクリアできませんね。一人でコンティニューを全部使い切らないと。最後はコンティニューがもうギリギリになっちゃうんですかね。わらわら、はい、そういったところで。わらわら、球速いです。まあ、ここもとにかくフルパワーアップね、前提なんでね。これもコナミの払い下げっぽい。わら、シングル、シングルっていうか、ノーパワーの状態だとね、非常に厳しいですね。スルガヤさんでは完品店730円、負けプレゼン501円、ぜひお買い求めください。しっかりとパワーアップ状態をね、はい。で、突然降ってくる岩とか、ああいうところを覚えておくとクリアね、できますんで、はい。カードで2000円なら絶対買ってる。15回で元が取れますね。すぐ元取れますね。これは死にゲーでもありますから、すぐ元取りますよ。はい、持ってる持ってた人は1番、2番はまだ持ってないよって人ですね。今まだお安いですね。来客も安心、2人同時プレイもできますし、ちょっとね、シューティング好きな人にね、ちょっと変わったシューティングがあるよということで、いやね、やらせてみると、うわ、すごいやるんだよね。大抵、ほとんどの人がね、最初の岩でガチンって当たって死ぬと思いますけど。嫌がらせ。はい、それでは、前回は 8.8%、8.8% の所持率でした。シューティングのにしてはちょっとね、少なかったですけど、どうでしょう、すごい大笑いでした。やっぱりやられるわ、みたいな感じ。はい、それではいきましょう。でけでけで Once I reach my destination。 わら、お、ちょっと増えてる。 13.2 に増えました。てて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 てゲットしてみてはいかがでしょうか。これ持ってる人増えるってすごいね。ねえ、パチパチパチ、剣闘の部類ですね。剣闘、よくね、レギオン、ロックオン、パワーゲート、ディープブルーでね、 PC エンジンの、シューティングしてんのですけども、良いゲームだけどクドってのが、その中では、あー、でもパワーゲートの方が好きかな。パワーゲート、レギオンかな、順位をつけるなら。はい、私の順位ではね、ディープブルーが四天王、パワーゲートレギオン、ディープブルー、最後はまあロックオンかな。面白さの順でいくならね、まあ人によってそれぞれあるかと思いますけどね、順位はね。おっと、おきつの通。はい、ご視聴ありがとうございました。今日はレギオンをお送りしました。明日のマラソン枠もシューティングゲームですね。明日は業務用からの移植の3D シューティングゲームです。お楽しみに。オツでした。オツでした。オツです。オツです。パワーゲートはちょっとね、グラフィックがね、ちょっとあれですけども、サウンドはいいですね、パワーゲートね。はい、オツでした。あ、この後もね、シューティング。あ、違う、この後、栄冠は君にでシューティングですね、まだね。はい、オツです。オツでした。はい、オツでした。オツ？オツ？